ケビン・マサユキの同級、本日のですね YouTube のゲスト、講師ともども現役時代からお世話になっているエナスさんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしく。こうやってエナスさんと改まってこう話すっていうのはそんなないですよね。初めてじゃないですか。初めてじゃない。初めてですよね。ちょっと僕もドキドキとそう言われるとこっちまでプレッシャー。よく言いますよ。まあお二方の仲を知らない方は結構多いと思うんですけど、なんかどのようなご関係なんですか。いやいや、僕はもう阪神に入ったらもう大先輩ですから。エナスさん覚えてないと思うんですけど、開幕前にですね激励会みたいなものを朝日放送のホールでやった時に、僕が1年目のオープン戦でヒットを打ってメンバーに入ってなかったんですけど、僕呼ばれたんですよ。でその激励会のパーティーみたいなのが終わった後、エナスさんの方から来られて食事に行こうって言って、大阪に祇園というですねステーキハウス、はいはい、あったね。そこに初めて連れて行っていただいて、鉄板の上でこうお肉が焼かれて、その鉄板の向こうには大きな池があって鯉が泳いでるんですよ。あ、プロ野球選手でこう成功するとこんな美味しいお肉が食べられるんだっていうなのがもう初めてなんですけど、皆さん覚えてます？そのお店はね、何度か行ったことあるから、記憶にあるけど、あなたと行ったっていうのは、あら行ったかな。行きました。これが僕は初めて、まあ、出会いというか、エナスさんに声をかけられたのがその食事に誘っていただいたということなんですよ。それからですねすごくエナスさんに可愛がっていただきまして、遠征に行っても食事を連れて行ってくれたりだとかいろいろしていただきましたし、本当なんかこう可愛がっていただいたという印象が非常に強くて、これどんな印象だったんですか。私はエナスさんから見て、僕は打つことに関してはやっぱり人が違うな、違う、あ、そう、ありがとうございます。そういう印象を持ってたよ。あ、そうですか。ただまあ守りはいや聞きたくないんだけど大変だな、そうですただね、やっぱり僕がその投げていた頃、タイガースのサードっていうのは一つのポイントやったからね。そうですね、結構何人か候補者がいてゲームに出たんだけど、守りでミスする、打てない、はい、というイメージが強かった、ね。ああ、そうですかね。まあ、そういう意味ではあの頃のタイガースのサードのポジションというのは、若い僕とか佐野さんとかですね、同じサードのポジションを争ったんですが、若い選手にとってはチャンスのあるポジションだったんですよね。そうだよね。そうですね。まあ、少し打てれば、はい、少し守れればですね、すぐにゲームに出れるポジションだったね。そうですね、で僕まだ覚えてるのがヤクルト戦です。回も後半で2アウト満塁でサード守っててピッチャー江夏さんでバッター大谷さんです。サードに強烈なゴロが飛んできて僕トンネルしてしまいまして、タイムリーエラーです。これ江夏さん覚えてないと思いますけど、僕ロッカーに入れずにロッカーの外で座ってたんですよ。こいつ江夏さん何くよくよしてんだゴラーって怒られたの覚えてる。もうミスしょうがないじゃないか、明日頑張れってだから僕にとっては優しい大先輩と同時にすごくやはり怖い存在でもあったんですよ、だからそれがなんか僕にとってはすごくいい勉強させていただいた、させてもらったのかなっていうのはすごく覚えてます。怒られたんですよ皆さん。江夏さんが狙いに行って、まあ、さらにショートゴロ、サードゴロ打たせに行って、そのミスに対して江夏さんはどうやって受け入れるんですか。難しいよね、やっぱり若い時はどうしてもそれが、そのミスが、はい、ね、態度に出るし。あ、江夏さん自身がですか。そうそう、決してそういう怒ってるっていうことを無理に、ね、出すつもりはないんだけど、はい、自然に出てしまう。あ、顔に出てしまうっていうところもあったからね、はい、あ、そうですか。例えば僕らの先輩の村山さんが、はいはい、態度に出すな、顔に出すなってことをよく言われましたけどね。まあ言ってる本人が一番よく顔出してるんですか。出るタイプやったからね。村山さんがですか。エナスさんにとって今出た村山さんの存在ってのはどういう存在だったんですか。僕にとってやっぱり村山みどるっていうのは本当の兄貴分でしたからね。あ、じゃあこれも僕と一緒に講師に渡りですか、いろいろなものを、うん、
まあ初めはもう本当に手取り足取りで面倒を見てくださりました、うん、あ、これはもう村山さん自身が高校生から出てきた江夏さんという投手に対してのやっぱ認めてたってことなんですかね。まあ認めてもらったのかどうかは分かりませんけど、ええ、すごく大事に。あ、そうですか。ある意味じゃもう弟みたいに。あ、そうですか。1年目、ええ、大事にしてもらった。で1年目から江夏さん当然一軍のキャンプに行かれるわけですよね、はい、そうすると村山さんの一挙手一動といいますか、そういうものは常に見て、やっぱり村山さんのようにですか。村山さんがどういう練習をするのか、はい、極端にはどういうスタイルで飯食ってるのか、ほー、もう全てがやっぱり見たかったですね。それで自分のいいところは吸収しようですか。いや、吸収しようというところまでいかないんですよ、うん、やっぱり見てみたい。あ、どういう、まだその段階やった、ね、うん、あ、なるほど。まあそれがね、あの1年目の時はもう本当に手取り足取り、プライベートでも一緒に食事に連れて行ってもらえる、はい、家にも呼んでもらえる、はい、大事にされたんですけど、1年目に僕が活躍して、はい、2年目のキャンプになると、はい、態度がコロッと変わった。え、今までこういう、うん、それまでは1年目の時はもう可愛い、もう弟分、弟分という、接し方やったんですけど、2年目からは俺の座を脅かす大なんです。それも江夏さんじゃ感じるわけですか。あのね、一番印象に残ったのは、ね、それまで村山さんがブルペンで練習、はい、投球練習してる時っていうのは、うん、まあ、大体ベテランクラス、うん、まあ、主力クラス、はい、若手っていうのは時間帯が違いますよね。まあ、ずれますね、うん、だからまあ自分の場合はある程度自分の練習をこなして、ベテランクラスが、ブルペンに投げるときは、まあ後ろからそっと見させてもらうんですよ。はいはい、で、まあ、若いのが見に来てるっていうのは当然投げてる方たちも分かるわけです。感じますよね、そういう目っていうのは。で、まあ、ほとんどもう無意識に凝ってるんですけど、はい、その2年目のキャンプになってくると、はい、自分が見に行くと、あ、江夏が来てるなと思ったら、それで投げてるのがピタッと止まるんですよ。なんでですか。もう見せないというか。あ、自分の投球を見せたくないってことですか。もう練習でも見せたくない。え、じゃあ江夏さん当時はフォークボールはこう、カーブはこうだというような教えられたことってないんですか、先輩が。1年目はいろいろ教えてもらいました。あ、1年目は。まして僕の場合は本当、お恥ずかしい話、カーブが掘れないでプロ野球入ってきた人間ですから、はい、まっすぐだけですから、いろいろ教えてもらいましたけど、はいはい、なかなかその教えられてすぐ掘れるもんじゃないですからね。カーブがですか、うん、だからまあ、1年目一番優しく教えてくださったのは和光さん。あ、僕も一緒に現役でまだやったことありますけど、本当に和光さんという方はね、優しい方で、はい、優しい方でした。あれしろ、これしろじゃなしに、はい、うん、こうやればいいんじゃないのっていうような教え方。で、2年目のシーズンに入っていった時に、当然江夏さん自身は村山さんに対する見方っていうのは変わっていくわけですか。いや、見方は変わりません。やっぱり兄貴分という、やっぱりその目標であり、はい、いい意味での兄貴分ですから。それぐらいやっぱり村山さんっていう方は僕にとっては特別な方ですか。大きな存在ですから。だから本当僕がその後々、ね、ピッチャーとして、生きてこれたのもある意味では村山さんのおかげと僕は感謝してます。あ、そうですか、はい、でも江夏さんといろんな数々の記録がありますけども、僕がその印象残ってるっていうのはやっぱり江夏さんの遠投なんですよ、うん、江夏さんがこう外野でこう遠投してる、こうなんていうんだろう、形っていうのは目をつぶれば思い出せるようなかっこいい大先輩なんですよ。その江夏さんにとってその遠投というものに対するこだわりが僕すごくある方なのかなっていうのはずっと感じるんですけど、まあ、遠投イコールキャッチボールですね。あ、キャッチボール、キャッチボールをやっぱりピッチャーは大事にしなさいということは、まあ、村山さんもはじめ
いろんな方から教えられたからね。これ私が二軍監督してる時に臨時コーチで来ていただいた時も一番最初にピッチャー陣に言ってくれた言葉っていうのはまずキャッチボールをそういうこと大切しなさいよって、うん、ただ単にね、キャッチボールというのはピッチャーにとって肩鳴らしでもなし、はい、体鳴らしでもなしもっともっと中身のあるもんだということを理解しながら感じながら、はい、これはそのキャッチボールがゲームの甲子園球場のマウンドにつながっていくんだぞという意味ですか。それはもうキャッチボールの延長がブルペンでありブルペンの延長がマウンドですか。これでキャッチボールで一番対戦するというのは回転ですか。まず一番大事なことは、ボールを正しく握る。あ、まず握る、ね、プロ野球選手だったら誰でも、ね、ボールぐらい、ちゃんと握れるだろうと。そうね、みんなずれてるんですよ。あ、縫い目が、そう、指の書き方ですか。横着して、横着してる。そう、だからきっちり正しく握って正しい投げ方で投げる、はい、そうしますとボールとしてはこれ丸いもんですから丸いです正しく回転してくれるんです。そうすると、まあ、浮き上がるってことないでしょうけど、まあ、それは絶対ない、ね、浮き上がるような感じの回転をして、うん、バランスよくボールが回転していくってこと。ああ。だから自分たちの時代の例えばキャッチボールしてる人、はい、誰がやってるか見ないで、うん、そのあボールを見ただけで、ボールを見ただけで、あ、これはピッチャーがキャッチボールやってるんだな、うん、あ、これは野手がやってるんだな。野手っていうのはやっぱりそのゲームになったらケースバイケースで、でもうわしづかみたいに投げなきゃいけないです。だからいろんなもう握ったそのまま投げる、はい、そういうことはキャッチボールでも練習します。そうそうそう、ピッチャーはそんなことないから、きちっと縫い目にかけてってことですね。正しく握って正しい回転のボールを投げる、これが大事なんですよね。その次に遠投に行って、それブルペンですか。そうです。大体キャンプで2600から2800 2800投げますよね。もうインコースは反対にもう遊び玉、遊び玉にですか。定的にもうそこ